末広演芸会は1975年10月4日から1981年3月28日までテレビ朝日で放送されていた演芸番組である。本校では1961年7月から1975年9月28日まで同局で放送されていた全身番組日曜演芸会についても述べる。 1961年1月15日から同年3月26日まで同局で放送されていたお笑い演芸館と同様に東京新宿にある新宿末広亭から放送されていた番組前半には各種演芸を後半には大切りを行っていた放送開始から14年間は日曜昼の時間帯に放送されていたが1975年4月の ネットチェンジによって朝日放送制作のパネルクイズアタック25が同時間帯へ移動することになったため日曜16時30分枠へ移動。それから半年後には放送曜日を土曜日に変更し同時にタイトルを末広演芸会と改めた。その後も日曜18時30分枠土曜17時枠への移動を経て続けられたものの 番組は1981年3月28日放送分を持って終了した。番組の終了後、変わって日曜15時枠でザテレビ演芸がスタートした。ネットチェンジの前までネットワーク関係にあった毎日放送も本番組を放送していた。ただし同局は当時日曜13時15分枠で素人名人会を放送していたことから6日遅れの土曜日に 土曜演芸会とタイトルを差し替えて放送していた。いずれも日本標準時。放送開始からしばらくの間は、アサヒファイバーグラスの一社提供で、1966年頃からは、産業食品の一社提供で放送。その間は、グラスロンニーチ演芸会、長崎丹面日曜演芸会と、各社の主力商品の名を冠して放送されていたが、 1970年頃から新たに打つ9名丸がスポンサーに加わって複数社提供になったためタイトルから長崎単面が外れて日曜演芸会になった末広演芸会時代には一貫して複数社提供で放送されていたためタイトルの変更はなかった日曜演芸会に関するカテゴリーありがとうございます